ありふれた盛んの、ガンダムオンライン、第34回。今回は、サイコガンダムを取った瞬間、なぜか取った側の北拠点が割れる謎のマップ。後輩都市でサイコガンダムを相手に押し付けていくよ。北凸と SA 押しを波状でやられてサイコ取られつつ北も割られる、なんてことも稀によくあるが。で、今回はなんと最新機体を持ってきているのだ。ジオングが欲しくて回したら出ちゃったやつか。ジオングよりは使える子っぽいので、結果的に OK だったけど。クインマ。おっとそれ以上はダメだ。あ、はい。それじゃ新年1回目の戦闘。惜しくも動画1回目と同じマップだ。今回も最後まで。ゆっくりしていってね。初動は干支にちなんで犬属性のザク、フリッパーで出撃。ウサギっぽい耳、とネズミ取り用のレーダーで猫属性はあると思うが、どこから犬が出てくるのか、説明してもらおうか。ヨークシャーテリアという犬種がおってな。ほうほう、それで。ネズミ取り用に改良されたのでネズミ取りイコール犬。あまりにも無理がある。0点。相方の辛辣な採点で心が折れたのでカットします。レーダー置き場を見せないためと、単につまらないから、だろうが。レーダー設置終了後、北にミノがかけられたので、死ぬ前提で F10 出撃。NPC 式が勝手にやったパターンっぽいけどな。だからといって防衛しないわけにもいかんのです。勢いが大事なゲームだからな。杖が完全制圧されそうなので対応へ。コストが20安いものの復活できない盾、デブ、トロイ、メイン射撃が使いづらいと。どうでよくね。って感じの中途半端な機体、ハンマハンマだな。そこそこ硬い盾、全部構内防、盾構えたまま撃てるハイメガで弱くはないと思うけど、友軍機と足並み揃えてじわじわ進行するための機体で、人数の少ない場所に出ていく特攻野郎のうく主には全くもって向いてない機体だと思うぞ。他のケースはともかく、今回に限って言えば SA 放置して北押ししてた方が良かったね。だからお前は盛んなのだ。で、貴重な360コスを無駄遣いした後は、新機体ゲイさんの出番、モンスターキルの開始だ。縦に長くてわかりにくいが、ヤバいレベルの巨デブ体型だな。フラフラ飛んでたら、ジャスナでドッグオース、されて瀕死、お前が上手いのではないぞスナイパー。こいつがクソでかいだけだ。射線通る場所で、空を自由に飛びたいな、してたという自分のミスを棚に上げていくスタイル。獲得の指示が出てるから、瀕死でもとりあえず前へ、こういう使い方する機体じゃないんだけどなぁ。1キルしかしてねえぞ。押し込みが足りなかったようで角が引っ込み始めた。犬死に、やったな、今年の干支にちなんだネタができたぞ。愛犬家たちを敵に回すつもりか、やめるんだ。路角も瞬殺されたから次の機体を。でもうモビルスーツがねえ。しぶしぶ時短アイテム投入。高コストに気のせは無理があった。特攻バカだものな、お前。時短使ってもクールがやばい上に、今回20分試合じゃなくて尺が足りないので F10 くん頑張って。寝たい。行き当たりばったり動画メーカーのうく主は、構成とか考えないで適当に録画して、今回は新機体が出てるしこの戦闘でいいだろう、と思った後は、次の週の分までは録画しなくなるので、いざ編集し始めて、尺が足りねえ、ってなることが、稀によくある。これでゲーマルクの層が録画できてたらまだ救いがあるんだがな。現実は、ジャスナでドッグオース、だからねえ。まるで他人のことのような。あくまで私はうく主の代弁者ですから。しばらくレーダーアクセス用のフリッパーでしのがなけりゃならんようだ。南側にはねちっこくレーダーを。買った？
からの南ビーコンぶっ刺されてカレーに逆転負けで、あまりの悔しさにのた打ち回ったことも一度や二度ではないからな。ハンブラギは寝っ殺す、慈悲はない。フレピクほどの被害が出ないとはいえ、レーダーお構いなしで拠点までたどり着くから、厄介だよな。ネズミ発見だわん。その苦しすぎるこじつけ、まだ引っ張ってたのか。やり始めたからには最後まで、中途半端は良くない。バイカスは退けたな。マシンガンが恐ろしいほどに当たる。ニュータイプ覚醒か。多分今のバイカスの中の人、お前が上手いのではない、こいつがクソでかいだけだ、って思ってるだろう。一番がピンチ、なので半まで奪還だ。今主力が SA に行ってるみたいだから。また過疎地出撃だな。思ったより敵がたくさんいる。早かったな、俺の死も。増援が来ているからもう少し粘れば。うおー、実は渡さん。これまた周りが見えてないやつだ。壁にハイメが、最前線は重くて操作が。ガンオンで重要なのは PC スペックってそれ一番よく言われてるから。死に寸を深追いしたら横からバイカスにバッサリ。盾を4枚作って、機体の周りに巻きつけちゃえよ。と、それをサンダーボルトかという。サイド来た突の指示が出たけど強襲がないからゲイマルクで突参加、活躍したい。ゴーサインが出たから出発。今度こそモンスターキル、できるといいな。ゲイマルク、突貫する。見せてもらおうか、ジオンの新機体の性能とやらを。最前線で敵の的になり自分をガード。内蔵式バズはチャージで威力2倍?さらにハイメガでダメ落ち、敵は死ぬ。とりあえず1キル。バズ、ハイメガ、聖書、流れるような戦法。ダボーキル。本拠点はマジか。これは拠点ペロペロして大量得点のチャンス。全キルはどこ行った?拠点殴らせてぇ?ゴフアー。またつなられてやんの。だが無駄死にではないぞ。核入ったね。よかったよかった。連邦軍は最高ダッシュしたが、A が割れてゲージがほぼ0に。というわけで、本年一発目の戦闘が終わりそうなので、遅ればせながら新年の挨拶をば。おほん。視聴者の皆様、明けましておめでとうございます。今年も動画を映していきますので、ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録とかもしていただけると、中の人が喜びます。Twitter をフォローすると、どうなるんだ。中の人がさらに喜びます。それだけです。両軍とも、お疲れ様。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。